ハリマンディル・サーヒブハリマンディル・サーヒブは、宿教の総本山にあたるグルドワーラーの名称である。インドパンジャーブ州のアムリトサルに位置する。日本では、黄金寺院と呼ばれることが多い。宿教徒にとっては最も尊い巡礼地である。黄金寺院地図1574年、宿教四大グルのグルラームダースの時に建築が開始された。完成したのは1六百四年で、その時には、 グルは次の代、5代目のグルアルジュンデーブになっていた。現在は11代グルに代わる永遠のグルとして聖典、グルグラントサーヒブが収められている。ハリマンディルサーヒブは120メートル150メートルの人工池の中央に浮かぶように立っており、池と一体化した景観が特徴である。この池はアムリタサラスと呼ばれ、多くの巡礼者が目浴を行っている。池の四方は、 大理石等で建造された白亜の建築物と回廊で囲まれており、本殿の黄金と大理石の白、池の水のコントラストは美しい。建築物には、時計塔博物館、休憩所、宿坊、無料の食事が振る舞われる食堂などもある。これらの建築は北、インド系のヒンドゥー様式とイスラーム建築を融合、消化させたものとなっており、ヒンドゥー教、 イスラーム競争法から影響を受けた執教成立の敬意を示している。また、ここには執教の最高機関である執議会が置かれている。1919年、逮捕令状なしの逮捕、裁判抜きの投獄を認めるローラット法の成立に反対した民衆が抗議のために黄金寺院の脇にある広場に非武装の集会を開いていたのに対して、 イギリス将校が無差別発砲を命じ、イギリス軍が発砲。1500名以上の死傷者を出す惨事となった。1984年には、祝教の真剣政治独立国家、カーリスターン建国を目指すジャルネール新ビンドラン割れ、率いる過激派祝教と武装勢力が立てこもり、インド軍の攻撃によって、一般人を含め多くの犠牲者を出す事件が起きた。しかし以降は、 治安も回復し、現在は平穏で安全な巡礼、観光地として賑わっている。本殿は構造は2階建てで、大理石の上に建てられ、純金パックで覆われている。池の周囲の回廊上の建築も白大理石で建造されている。ルールがある。宿教は人間が地球の中にいるうちはカーストなどありはしないと教える地位や性別、年齢に関係なく、 共に料理をし、同じ床に座って食べ、あと、片付けをする。誰もが公平に働き、お腹を満たし、幸せな気分になる。それ自体が、聖なることなのだ。ありがとうございます。